何もこう攻めどころがない、弱点らしいものが見つからないバッターだと思うんですよね。ショートが決まってくるとまたさらに強くなるかなという弱点を知った上で対戦しないと、やっぱり簡単に結果が出なくなっていく。じゃあ続いて、まあ、DeNA についてもお伺いできればと思うんですが、まあ、昨シーズンちょっと振り返っていただいて、まあ、どういった印象だったかみたいなところをお伺いできればと思うんですけども。いろんなことがあったなっていうところですかね。バウアーが来たり、オースティンの怪我だったり、あとはまあそうだな、エスコバーだったりとかが良かったり悪かったりで、なかなか固定されずで、まあ、安明もね、ちょっとこう配置の転換があったりとか、まあ、いろいろこうバタバタしてたような感じですかね。まあね、その中で、まあ、関根が前半良かったりとかっていうのもあり、まあ、あと山本雄大が、ね、いい成績を残したりっていうのもあったり ですかね。なんかそういうこう、まあ、良くも悪くも落ち着かない1年だったんじゃないかなと思います。まあ、その中で今年でいうと、まあ、今永投手が MLB に行ってしまったりとか、まあ、バウアー投手に関してはまだ去就不明という状態ですけど、まあ、そういった中で、まあ、戦力的にはなかなかこう逆風の部分もあるのかなとは思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、さすがにやっぱりエース格2人がいなくなるというのはなかなか簡単に埋められるものじゃないですよね。まあ、2人投げたイニング数も含めてですよね。そのイニングだったりこうローテーションの穴を埋めるような選手がやっぱり出てこなきゃいけないので、今年でいうと、まあ、外国人を取ったりもしているので、まあ、その辺がまたうまくはまればいいかなと。昨年ね、東が今永の代わりにこうエース格にのし上がってきたので、まあ、今年は東中心になるだろうと思いますけど、東の次とその次とかそれぐらいが多分今もまだ競争状態にあるのかなっていう、まあ、大貫だったり、まあ、浜口だったり、まあ、その辺の選手たちが安定してくれると、まあ、まあローテーションは埋まるかなと思いますけどね。ちなみに、まあ、少し話しとれる部分ではあるんですけど、はい、まあ、そのバウアー投手とかってなんかこう話されたりとか印象とかってあったりするんですか。結構2軍で調整もしてたんですけども、まあ、野球選手としては一風変わった感じはありますけども、でもすごく何に対しても実直というかチャレンジ精神があるというか、ですごく真面目ですね。野球に関してはもうすごくストイック で、まあ、練習方法なんかもいろいろ聞いてるとなんか理にかなったような、こうなかなか考えつきそうで考えなかったなっていうようなことがあったりとか、で、まあ、選手たちもこうアドバイスを求めに行ったりとか、でそこで心よくこうもう惜しげもなくいろんなことを教えてくれるんですね。戦力としてだけではなく、まあ、そういったチームの中での波及効果みたいなところもすごくこうあったみたいなところは、うん、そうですね。まあね、ただまあ彼は中4日でっていうのもあって、やっぱ周りはねそこで日程調整とかはねしなきゃいけなかったところは、まあ結構他のピッチャーはなかなか大変だったかもしれないですけども、まあ、チームとしては逆にこうあれぐらいの力のある選手がピッチャーが中4日で投げてくれると非常にこう、まあ、ありがたいというか、そういうところもこうバウアーは短いレストというか中4日の中でもまた試合で投げるといけそうだと、こう球数関係なく、いくというようなこう熱いところがあったりするので、彼がいた時期を今振り返って考えるとすごくこう激動みたいな、なんか結構いろんな衝撃がありましたね。なんかちなみにその中4日みたいなハイペースでなおかつ球数も投げてみたいなところで、まあ、そんだけのこう体力みたいなスタミナみたいなのがあるっていうのはなんかどういうエッセンスというか、なんかどういうふうにこう調整したらそうなれるのかなとかっていうところは気になったりはするんですが。そうですね、その体力的な、その持久的な体力っていうのがどこでどうつけてるのかわからないですけど、まあ、もともとやっぱり体の力はあると思うんですけど、どうなんですかね。まあ、あんまりね、その今時走り込みなんてする、まあ、そんなにしないでしょうし、練習はね、いろんなトレーニングも本当ストイックに一人でやってましたけど、一つ言えるのはやっぱり試合の中でのそのボールの使い方でですね、その無駄なボールがほとんどないっていう、ストライクゾーンの中にどんどん投げ込んでも、まあ見てると本当真ん中めがけてどんどん投げるって感じなので、なので球数は少ないんですよね、非常に。
で、まあ、ただランナーを、まあ、コンボストライク取りに行くのでやっぱり打たれるは打たれるんですよ。ヒット数はランナーが出るとまたそこで一つこう力を入れ替えるというか、うん、なので点は取られないっていう、そういう意味ではこう球数少なくイニング多くっていう、こうピッチャーとしての理想ができていたっていうのは、まあ結果的にはそうかなと思います。まあ、ちょっと話逸れてしまったんですが、はい、ここからまあなかなかこう逆風っていう中でも A クラス優勝みたいなところを目指していく形にはなるかなと思うんですけど、はい、そういったところでこうあの必要なポイントというか、こういうところが伸びてくるとそういうところも可能なんじゃなかろうかみたいなところがあれば知りたいなと思うんですが、まあ、野手陣はまあほぼほぼ決まってはいますけれども、ので、まあ、やっぱ先発ピッチャーですかね、先発ピッチャーの安定と、まあ、あとはやっぱり一番後ろをどうするかなというところですね。三浦監督の中ではもう決めてるのかもしれないですけど、なかなかこうまだ誰というのも、こう肌から見てるとなかなかわからないので、まあ、やりながら決めるのかわからないですけれども、後ろの順番ですね、その辺。収まるとピッチャーの戦い方としては決まってくるんですかね。野手の方はショートですかね、まあ、一つはキャッチャーも、まあ、山本雄大が主戦になるでしょうから、で、まあ、オースティンももうずっと春先から行けそうなの で、まあ、やっぱ空いてるとするとショートなんですよね。まあ、ベテランでね、ヤマトとかあの辺が出るかなっていうところで、今はもう林がやったり森もたまにやってますけど、まあ、その辺がこうちょっとショートが決まらないという、決まってくるとまたさらに強くなるかなという、まあ、ちなみにこう昨年まで二軍監督として指導されていて、まあ、その中で今年こうブレイクしてほしいな、ブレイクしそうだなみたいな選手がいればお伺いしたいんですけど、あの本当はあの深澤大輔だったんですけども、ずっともう去年とかもうずっと冬シーズンオフから言ってるんですけど、間違いなく深澤大輔は今年一軍で使われて期待もかなり大きなものになるんじゃないかなと思ってますけど、今ちょっとね肘を怪我してちょっと復帰がわからないのでいうところで非常に残念なんですけど、まあ、あとは、まあ、今小園も投げてるので、小園がまあ去年までは2軍で、まあ、しっかりとこう 1年間2軍のローテーションを守れるぐらい、まあ、体力と内容っていうところを求められたんですけども、2軍ではちょっと物足んないかなっていう内容になってしまったんですけど、まあ、この前の試合で投げてるのを見ていて、まあ、ボールの力も上がってきているので、感覚的なものとか、まあ、コントロールとかのその要所の締め方をこう一軍で覚えてくれると次なるこう右のエースにはなってくるので、うん、今現実的には小園に期待したいなとは思います。野手陣では誰かいますか？まあ、野手去年まあ二軍でもう首位打者取れるそうになったのが梶原だったんですけども、なかなかこう一軍に行くと梶原の良さが発揮できないところがあって、まあ、彼は去年2軍で3割3分以上打って、まあ首位打者も取れそうだったんですけども、ちょっと1軍で怪我をしちゃったので打席数が足りなかったんですね。あまりこう知られてないんですけども、彼はものすごい足が速いんですよ。で、まあ、盗塁っていうのはちょっと手足長くてあまり盗塁っていうタイプではないんですけども、まあ、結構内安打も勝ち取れるぐらいの足の速さがあるって言うんですかね。2軍クラスだと正面のショートゴロでも間一髪ぐらいになるんですよ。でまあ、練習見てもらうと分かるんですけど、当たった時のその飛距離はものすごいものを持っているので、持ってる力としてはすごく梶原はすごく期待のできる選手ですね。まあ、今こう1軍だとなかなかこう持ち味が発揮できないみたいなところのお話もありましたけど、その1軍で活躍するなんか上でその2軍と1軍の違いといいますか、なんかこういうところがよりこう伸びてくると改善、あの活躍できるんじゃなかろうかみたいなところとかってあったりしますか？まあ、大体の人に言えることですけど、やっぱりピッチャーのレベルが違うので確率よく打つための、うん、方法というか戦略というか、まあ、レベルの高いピッチャーをどうやったら確率よく芯で捉えられるかっていうところの考え方がちゃんと現実的にできる、確実にこう、うん、そうですね、率は上がっていくと思うんですけども、やっぱり一軍で使われないっていうことの、まあ、大きな理由としてはやっぱり率が残らないっていうことでなので、まあ、とにかく率が残れば芯に当たれば当然結果は変わってくるので、その芯に当てるという単純なことなんですけども、そこの
工夫とか知恵とかそういうところが常に大きな要因ですね、2軍の選手と、はい、1軍と2軍の投手でここが一番違うなみたいなポイントって、まあ、こうなかなか上げにくい部分もあるかなとは思うんですけど、ボールの強さっていうのはまあ当然ですけども、ボールが強くない場合でもやっぱり確実にこうコントロールされたボールが来る、で当然まあそのバッターの打ち取り方っていうのを頭に入れながらそのコントロールされたボールなので、やっぱりあまりこう深く考えずにというか、ただ来た球強く打ちますぐらいにしか考えてない選手だと術中に簡単にはまってしまうので、自分自身のこう弱点をよく知った上で、勝負をしないと、まあ、2軍から上がった選手は簡単に、まあ、処理されてしまうというか、対峙する相手の打者視点での配球みたいなところが1軍レベルの投手だとうまくできているみたいなところが一番違いっていうところなんですかね、うん、そうですね、やっぱり、まあ、あの2軍から上がってきた選手って、まあ、当然、まあ、弱点もこう荒っぽくあるので、それをやっぱり1軍レベルのピッチャーだと簡単に見抜いてしまうし、当然今はデータで出てくるので、まあ、そういったものを確実にコントロールがいいので、やっぱり確実に打ち取ることができるっていうのが、まあ、1軍のピッチャーですかね。じゃあちょっと最後に、まあ、今年あのルーキーで入ってきて、まあ、今活躍もされてますけど、渡来選手っていうところの印象みたいなところもお伺いできればと思うんですが、はい、試合も見たし映像も見てますけど、まあ、まず何もこう攻めどころがない、ここがなっていうのはあまりない、バッティングに関して言うとあまりこう弱点らしいものが見つからないバッターだと思うんですよね。伸び伸びとというか、コンスタントにやっぱヒットが出てればやっぱ本人も悩まないでしょうし、不安になったりもしないと思うので、開幕してからまずこうコンスタント1日1本でもいいから打っていれば、間違いなくこうまた徐々に乗っていくというか、まあ、乗り続けられるだろうとは思うんですけど、まあ、当然まあ今はね、その各球団どうやって抑えるかっていうのは当然まあ相当考えてると思うので、そういった時にこう触れなくなるというのが、弱気になって触れなくなるとかですね、そういうのが一番怖いかなと。明らかにこう見えるところには弱点がないので、なかなかこう表にはこう現れないところで弱気になってしまうことが、まあ、やっぱりルーキーなんでね、そこは心配。じゃあそういったところで言うと、開幕して、まあ、一軍で活躍するみたいなところは、まあ、最初の方はできるんじゃなかろうかみたいなところですかね。そうですね、まあ、今オープン戦と変わらずできると思うんですよね、まあ、僕もそうでしょうけど、まあ、一つのまあやっぱり懸念というか、考えてあげなきゃいけないのは、やっぱアマチュアの試合ってこんなに毎日毎日ないので、開幕すれば当然毎日のように試合になってくるし、でその中でまあ疲れも出てきて、それから相手に攻略されてっていう波が出てくるので、そういう中で、変わらずできるようにっていうところを、まず最初の方は特に配慮してあげるべきかなと思いますけど、まあ、日産でいうと、もう1年目から本当にもうすごい打率も2割並ぶとか、すごいハイアベレージで、しかも新人王も獲得されてっていうところで、なかなかこう周りの人から見るとルーキーだから苦しんでるみたいなところは感じ取れなかった部分もあるかなとは思うんですけど、あの僕も入って、まあ、開幕戦だけ3安打したんですけど、そこから1ヶ月近くやっぱり打てなくて、スタメン外れるっていうことは結構長かったんですよ、ね、やっぱり毎日毎日試合があるっていうことに慣れなければいけないっていうんですかね、そこでやっぱりちょっと打てなくなった時に、相手もその打てない原因はそこで突き止めるので、そうすると当然まあこちらのこう弱点をずっと突かれてしまう、弱点を知った上で対戦しないとやっぱり簡単に、うん、結果は出なくなっていくと思ってなってしまいますね。まあ、その慣れみたいなところはどうしても必要になってくるけども、まあ、能力の部分は十分通用するんじゃなかろうか、うん、そうですね。